ベン・ケイシーは1961年から1966年まで放送されたアメリカのテレビドラマ。総合病院の脳神経外科に勤務する青年医師ベン・ケイシーを主人公に病院内での医者と患者との交流を通じて医師としての成長を描き、当時高い評価を得たメディカルドラマである。 ベン・ケイシー・ヴィンセント・エドワーズとゲスト出演のサミー・デイビス・ジュニア1961年初頭にジョン・カイ・ケネディ大統領政権誕生と同時に就任した連邦通信委員会委員長ニュートン・ミノーがアメリカのテレビは一望の荒野であると述べて西部劇などの暴力番組の低俗さに継承を鳴らしたそのため同年秋の新シーズンを迎えて アメリカ三大ネットワークとも従来の西部劇や刑事、物などを減らして、社会性の高いテーマでの新番組を模索し、医者や弁護士を主人公とするドラマを制作した。CBS が弁護士、プレストン、NBC がドクター・キルデア、そして ABC がこの弁慶 C で全く同時にスタートしたドクター・キルデアと合わせて、当時のテレビのメディカルドラマの総壁とされた。 1961年10月2日から1966年3月21日まで、アメリカ ABC で1話60分、全153話が放送された。日本でも1962年5月4日から1964年9月25日まで、TBS 系列で放送されて、最高テレビ視聴率が50%を超えて、大ヒットした海外ドラマである。 オープニングのテーマ曲とともに、という、語りながら、黒板に、チョークで書く場面は有名である。日本において、第1回放送は、視聴率16.4%だったが重厚な、内容が人気を呼び、やがて第5回放送で30.9%に上り、その後視聴率は、毎週40%前後で推移、第37回放送では 50.、50.6%の、 最高視聴率を記録している。この数字は2017年現在でも日本で放映された海外ドラマの視聴率ナンバー1である。アメリカでの放送時は主題歌はなかったが日本では独自の主題歌が作られた。ありがとうございます。